いい当たりだ。レフトで上がっている。距離は十分だ。ポールに当たった。第1号ライナーで打球は伸びてベース越えた。アマダの一発。大事なところ。センターに上がっているアマダの打球伸びていくぞ。そのまま持っていきました。昨日に続いて今日も一発。悪くしたくないところですけれども、低めの球をすくい上げた。レフトに上がっている。レフト下がっていって、これ持っていきました。まだ満塁ホームランです。レフトに上がっている。この打球伸びていって入りました。ギリギリのところ。8回の裏先頭バッターが出ました。ランナーを置いて、この辺りはいい当たり。左中間に上がって持っていった。まだ14球。5回のピッチングで入ってきます。初球をレフトに上がった当たり、そのまま持っていきました。まださあ、そして先ほどタイムリーを放っている浜田です。セタが下がっていきます。セタが下がっていって入りました。バックスクリーンの左、そしてこれは高く上がってフェンス際見送ってグッバイ。レフトランナーの打球はどうか。打球が伸びてフェンスを越えました。アマダーの一本。アマダーセンターへ。打球は向こうの軌道を追いかけて追いかけて見上げた。バックスクリーンへ入りました。30日以来の3安打です。軽くバットの先で持っていったのかな。ジャップ出ました。アマダー1試合3発、3打席連続のホームランになりました。さえなければ大丈夫だと思いますね。はい、これは大きい当たりだ。入った。まだ打った瞬
今の打席ね、すごくシャッ